でしばらくお待ちください。高知よさこいナイター第9競争個人協賛競争です。罰ゲーム2公開協賛、平島夏実出演特別、メンバーは8頭です。元 AKB48 平島夏実さんの再起作となる映画罰ゲーム2の公開がいよいよ4月21日に迫りました。頑張りなっちゃんが一人の女優として輝く姿をファンは願い応援し続けます。チーム夏実の絆より。2005年の最初期から AKB48 を支えた平島夏実さん、夏実という名前は夏の海のようにいつまでもキラキラ輝いてほしいとご両親がつけてくれたそうです。そしてこの協賛レースのようにいつでも応援をしてくれる人たちがいますね。映画の成功をお祈りしています。では協賛ありがとうございました。5番のサージプロミネンス転入初戦です。450キロ6歳の牝馬です。49戦11勝、中央では2着ありましたが未勝利、兵庫名古屋と転球して名古屋では初勝利から B 級まで11勝、大井を経て佐賀、2月に B 級で先行しての2着がありました。叔父がマチカネタンホイザ、いとこが和光近子というスターロッチ系、レガシーバイスが生まれた有限会社ビラトリ牧場の生産馬、コロナドズクエストの3クラス。サージプロミネンス、爆発的なプロミネンス、太陽の炎という意味になります。転入初戦を迎えています。第9競争、平島夏実出演特別、ファンファーレを迎えます。3番のコスモアゲハが向かって、高知よさこいナイター第9競争、平島夏実出演特別、8番のシャイニーロイヤルが最後に向かいます。4連勝中のサバイブアゲン人気の中心というレース、8頭収まりました。スタートしました。ポンと出たのは8番のシャイニーロイヤルです。7番の KS 奇跡がちょっと出しつきませんでした。さあ何が行きますか。内から2番の声優キング、これを追って4番サバイブアゲンと、大外は8番シャイニーロイヤル、3頭1段で2馬身開いて1番のウルトラマリンと、外は5番サージプロミネンス、その後3番コスモアゲハ、後方が7番 KS 奇跡と6番のシルクリードオフ、全体13、4馬身で1コーナーのカーブ、1000メートル標識は24秒9です。ややペース上がったか。2コーナーに向かって2番の声優キングが先頭、クラカネイクヤスでリードは2馬身ぐらいです。2番手に4番のサバイブアゲンがつけて、3番手8番シャイニーロイヤルに、内から1番ウルトラマリンが並んで800を切りました。2馬身差5番のサージプロミネンス、その後に3番コスモアゲハ、3馬身開いて7番 KS 奇跡が後方から2頭目、最後方は6番のシルクリードオフです。全体は15馬身ぐらいと開きました。600を切って各馬が3コーナーのカーブに向かいます。先頭は2番の声優キング、差を詰めていった4番のサバイブアゲン、あとが3馬身開いて8番シャイニーロイヤル単独3番手、その後ウルトラマリンで、外から上がってきたのは KS 奇跡400を切った。その後5番のサージプロミネンスで第4コーナーのカーブ。一気に先頭変わります。4番のサバイブアゲンがリードを2馬身ぐらい。2番手が2番の声優キング。そして7番の KS 奇跡が追ってくる。4コーナーカーブから直線200を切って。先頭は4番のサバイブアゲン、差を詰めるか。7番 KS 奇跡、3番手に声優キング、その後シャイニーロイヤル、4番手100を切りましたが、完全に先頭は4番のサバイブアゲンです。リードは3馬身、サバイブアゲン、これで5連勝ゴリ。2番手7番 KS 奇跡、3番手最後は8番シャイニーロイヤルが上がったか、そのうちが2番の声優キングです。4番のサバイブアゲン、後位から抜け出して快勝、これで5連勝。上がりの800メートル53秒0、600メートルは39秒8。平島夏実さんの再起作という映画を協賛したレース、サバイブアゲンです。2番手が7番 KS 奇跡、3番手に8番シャイニーロイヤル上がったか。長森太一は61勝目、才川正光厩舎97勝目、通算1800勝まであと6としました。サバイブアゲン先着、2番手7番 KS 奇跡、最後は8番シャイニーロイヤルしぶとく3番手に上がって2番声優キング4番手です。高知よさこいナイター第9競争、平島夏実出演特別、確定までもうしばらくお待ちください。